川崎実は、日本の大倉官僚、団体職員、独立行政法人造兵局家兵部部長、独立行政法人造兵局理事などを歴任した。1978年、大倉省造兵局の職員として採用される。以来、造兵局関連の業務を中心にキャリアを積んだ。2001年の中央省庁再編にて、大倉省が財務省に再編された後も、 引き続き財務省造幣局にて勤務した。2003年、造幣局が財務省から分割され、独立行政法人化した後も造幣局に所属した。同年より造幣局の貨幣部にて部長に就任し、日本の貨幣中造業務の責任者として活躍する。2009年、造幣局の理事に就任した。理事長1名、理事3名の体制で、 約1000名の職員を率いている。なお、理事長の新原義明、残りの理事の大前ただし、大東義行のいずれも造兵局配抜きではないため、グロッパー職員出身者としては、川崎が最高位となる。理事の任期は2011年3月末日までである。2010年8月13日、大峰山系に沢登りに出かけ、そのまま行方不明となる。 同年8月17日、川崎が所属する山岳会のメンバーらが、奈良県吉野郡上北山村にて遺体を発見し、翌日、吉野警察署により、遺体が川崎であることが確認された。造幣局に長年勤務した経験をもとに論文をまとめ、造幣局の起用に寄稿している。趣味は、20歳前後から始めた沢登りである。ありがとうございます。